南海ウィングバスかなおかは大阪府堺市中区のバス会社。南海バスの100%出資主会社で主に堺市の帰宅、東区及び三原区を路線バス営業エリアに持つ。また南海バスの東山営業所を担当する乗務員はほぼ全てここの社員である。2013年9月1日に本拠であったカ岡車庫が閉鎖となったため東山営業所へ。 路線を移した。2014年4月1日より、南海バス堺東山両営業所と南海ウィングバス、金岡担当路線で交通系 IC カード導入を開始、同時に導入する半海電気軌道との間で IC カード利用による乗り継ぎ割引を実施するほか、交通系 IC カード全国総合利用サービスにも対応している。 また2016年10月1日より、当社と南海バス、南海ウイングバス南部3社で、専用 IC 乗車カード、ナッチを導入した。自社の運行路線は、中もず、平尾線の一路線で、それ以外は南海バスから管理を受託された路線である。かつては、富田林駅前まで運転する長距離路線も存在したが、00年代初頭に、全便が、 平尾循環系統に統合された。なお、2020年3月1日から、従来の系統番号に百0 0をプラスし、特が付いていた系統は、末尾付きに変更した。運行区間中もず駅前、初芝駅前から、三原区平尾を結ぶ路線。ほぼ全区間大阪府道35号境、富田林線を走行する。161.161C 系統は、区間便で、 初芝駅前発着となる。船と下平尾は、ループ運行となっており、船と下菅尾口平尾三原高校前、船と下の順に停車する。153C161C 系統は、平尾止まりとなっており、三原高校前には停車しない。また、便により、中もず駅前平尾初芝駅前、初芝駅前平尾中もず駅前の運行となる、ものが存在する。 農芸高校前伊藤は、近鉄バスと路線が重複する区間であり、農芸高校停留所近くの近鉄バス余部、停留所からは、三原区役所東口経由の12、13番、河内松原駅前行に、終点の平尾停留所では、近鉄バスの映画のショー、河内松原駅前行とさつきの、北、野田、富田林方面に、三原高校前停留所では、同じ場所にある、 近鉄バス、平尾西停留所から国道309号経由の46番、河内、松原駅前方面へ、それぞれ乗り換えが可能。平日の昼間は153.161、系統ともに30分間隔での運行で、初芝駅前平尾は15分間隔での運行となる。ラッシュ時は各系統を合わせて、 初芝駅前等で最大1時間につき6本運行される。153C、161C 系統は夕方、ラッシュ以降の時間帯で運行される。土休日は6から11時台、17から22時台は1時間に153系統1本、161系統2本での運行。昼間は161系統のみの20分間隔での運行となる。 153C161C 系統は、就車付近で、各一本ずつが運行される。設立当初は、南海バスからそのまま路線ごと移管されたバス車両や、南海バスの他の営業所の中古車を使用していたが、近年新車も導入されている。2015年10月現在、路線車は三菱不装、エアロミディ、日野レインボー、日野ブルーリボンシティ、日野 ブルーリボン2が在籍しているワンステップ車であるありがとうございます。